こんばんは。今日はもう学校帰ってきて、もう先にお風呂を入り、お風呂に入りました。なのでもう楽ちん。そう、昨日はね AKB のあの出張公演に行かせていただきました。あの他のねメンバーは、あの私はあのなんだっけ、はい、違う公演コンサートはあの昼はあの時間の関係で出れなくて、夜しか私はコンサートには出れないので、で昨日は昼のコンサートリハだったので、なので行けました、行きました。マネージャーさんと二人で行きました。でもうあの一旦まだ公演始まらないので一回楽屋の前行きますかって言われて、えもう会えんのと思って行ったらエリーさんいて、ハンちゃんみたいな、めっちゃ可愛かったです。もう写真のまんま可愛かった。それでどこに座ってるのって言われて、私も客席に座ってたので、そう席ここですって言ったら、見つけるねって言ってくれて、曲中に何回もファンサくれました。レッスンって、でこれをプレゼントしました。これねお揃いにしたくて、同じのが出るまで やりました。このカップなんかにカップケーキのやつ、これで、あのお揃いにできて、私もうファン目線で公演にあのとかコンサートとかステージ見るの初めてだったから、なのでこれもいただきました。この AKB 出張公演っていうチケットをもらいました。しかもね結構長い時間おしゃべりできて、そうでマネージャーさんもすごいハンちゃんに優しくしてくれて、こっちも嬉しくなったよみたいなそうマネージャーさんも嬉しくなったみたいで、そうあのエリーさんと直接会ったのは初めてでした。でまた会いたいですって言ってて、なのでまたね会える時があれば、機会があれば、地方のマネージャーさんではないです今回は。来月だからハンちゃん出国は、そうなんです、チャットにはね先にワクワクのところに行きますだけは言っといたんだけど、でその出張公演のためにあの生誕ティーもね買って、そう生誕ティーも買って準備満タンってなってて、そしたらいけないかもみたいな最初になったんですけど、マネージャーさんが席を取ってくださって、そうよかった、行けてめっちゃ楽しかったです。しかも初めて AKB さんのおばあちゃん聞きました。 AKB
48のやつ。そう、セーターティーが欲しくて、もう本当に。でカラコンウィンク あの生写真も買ってサインもらおうと思ったんですけど、緊張しすぎてもらう、なんかガチャガチャ渡すので精一杯でした、緊張しすぎて。なんでまた今度会ったらサイン欲しいなって。お顔似てたよ。え、嬉しい。メイクとかも、髪ヘアアレンジとかも結構参考にさせていただいてるので。新しい時計、そう、あ、こう、じゃじゃーん。この前私が大事な大事な時計をなくしちゃったので、パパが買ってくれました、新しいの。そう、どっか行っちゃったんですよ。コールした、コールは隣にそのマネージャーさんがいて、隣に関係者の方がいらっしゃったから、ちょっとさすがにできなくて、その手拍子とかね、そっち系はしました。しかも席も結構前の方だったんですよ。なんか真ん中ぐらい、後ろでもないし真ん中ちょうど、だからめっちゃ見やすかったです。私はもうずっとエリーさんをこうやって目で追ってました、ずっと。そう、私の知ってる曲とかも結構やって、でも衣装とかめっちゃ可愛かったです。最後のアンコールのね、衣装めっちゃキラキラしてて、うちわは持っていかなかったです、さすがに。その千葉エリーさんのペンライトカラーを知ってたから持っていこうと思ったけど、さすがにちょっと。エリーちゃん以外の他のメンバーって話せなかったし、でもペコーぐらいすれ違って、お疲れ様ですみたいな、そっち系。でも千葉エリーさんのセンター曲もあったんですよ。 それをね、もう直で見れたのがめっちゃ嬉しかったです。あの重力シンパシーとか、そう、結構めっちゃ会場も見やすくて、本当になんか劇場みたいな感じでした。そうだから私もその劇場みたいな会場でこう座って見たことがなかったので、どんな感じなんだろうって、でも楽しかったです。あ、そうそう、あのアキさんとかがやってらっしゃるその毒の科学館です。
でも大声ダイヤモンドとかやってらっしゃったんですよ。だからもう手だけ動かしました。大好きな君が大好きだって。私は明日からコンサートリハが始まるので、やっと頑張ります。好きって言葉最高さんとかコールめっちゃすごかった。好きって、で好きは言えなかったですちょっと気まずかった、恥ずかしかった。振りで大変、もう出張公演行けると思ってたから、それをモチベに覚えて、もう全部覚え終わりました。これ覚えたらチベリーさんに会えるって。あとこの前のハロウィン配信イベントの時に司会をさせていただきました。なんかスタッフさんから明日司会お願いしたいみたいな来て、え、私が司会みたいな、びっくりして。あの博多誕生会で一回司会はさせていただいたんですけど、そういうなんかイベントみたいな、チームごとのイベントの司会はさせてもらって初めてだったから、スーパー ID から司会に、まあ、昇格。でも結構難しい文章とかはリンリンリンが担当してくれてて、読めない漢字とかも教えてくれたので、リンリンリンが。しかも結構 KO のみんな、あの仮装が結構癖が強かったじゃないですか。そう、面白かったです。そう、でも司会めっちゃ緊張しました。でもまだね、台本があるからあれだけど。カゴのお菓子は全部配る。カゴのお菓子はまだあります、ちょっと、あとちょっと。でもあのマシュマロプリン味なんですよ、だからめっちゃ美味しいんです。でもゆりさんとかあのレンジャーしてらっしゃったじゃないですか。でレンジャーで、その私が赤ずきんの仮装をして、その赤ずきんってその全身赤じゃないですか。だから、あ、レンジャー、赤レンジャーで入るって言われたけど、言われたんですよ、誘われたんですけど、あ、赤ずきんでやりますみたいな。最初もうレンジャーに、ま、レンジャーになるところでした。私も赤レンジャー、もうちょっとした？これを、せーの、よいしょ。
ね、さやちゃんもさやちゃんも結構謎キャラでしたし、メイクもあのマネージャーさんが、マネージャーじゃない、マネさん、え、マネージャーさんじゃなくてメイクさんが、そのここにハートとリボンをここにつけてくださって、そう、めっちゃ可愛かった。そう、リボンとかつけてみたかったんですよ、ここに。ロンチさん、クマありがとうございます、ありがたわ、ありがとうございます、かわいい。小田ちゃんからいただいた鏡は手元にはない。小田さんにいただいたやつは昨日も持ってってたので、今下の部屋にあります。そしてあのタワーくださった方に書きました。じゃじゃん、ちゃんとハロウィンのあのかぼちゃタワーなので、ちょっと絵を描いてます。これは手つきかぼちゃです。私のなりには結構頑張った方かなって思います。これは10月25日の配信の時のかわいい絵です。ありがとうございます。でもう一個はもう一個は結構自信がある方です。はい、これです。これも10月25日の、これはお化けです。結構かぼちゃより可愛いんじゃないですか。ありがとうございます。あ、くしゃみです。そうでした。で次が10月の17です。これ前回見せていらっしゃらなかったのでありがとうございます。三角、え、待って、間違え、あ、間違えてなかった。え、お化けのさ逆、逆なの、こうなんだ。でハロウィンの時にちょっとインスタを載せようかなと思います。 TikTok も撮りたかったんですけど、ダンスを思い、覚えれなくてなんか変なの撮っちゃったんですけど、まあいつかのどこかの機会に載せられたらなって思います。そう、皆さんもぜひね、中年コンサート来てください。当選発表昨日だったのかな。今日メイクする、今日は何もお風呂上がりです。化粧水ととかだけです。ご飯ももう食べました。今日は、あ、じゃあ今日何を食べたでしょう。私はヒントは、あのヒント早いけど、ヒントはあったかいものです。イグナちゃんとユナの動画も面白い。え、ストリートスナップめっちゃ面白いね、あれあれ本当に面白い。ストリートスナップはその自分たちで撮って
私のは私の端っこに隅っこにいた写真はゆいなが撮ってくれて、お周年日リオル当たったって方多いね、ありがとうございます。私は夜しか出れませんがぜひ来てください、昼も夜も。お昼夜同棲してました、よかった。あお鍋多いね、あおでんもいる、おでんも浅いあったかいものです。あでもおうおうおう、うん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 、あ正解いらっしゃいますね、結構。じゃ正解発表します。今日の夜ご飯はおでんです、おでんを食べました、おでんを食べました。だしをねママが作ってくれて、日周年日料理かみこしき、おじゃあ皆さん写真カシャカシャ撮ってください。推しの具ある、ね、ちくわが好きです。私はちくわと卵が好き。でもちくわが好きです。そうでもね、あのスポーツアブハートが11月2日あるじゃないですか。今んとこさ天気雨じゃないって思って、駅伝なのにさ雨でさ、おでんとご飯一緒に食べられて、おでんとご飯別で食べますね。おでんはおでんで食べて、ご飯はなんか納豆と一緒にとかキムチと一緒にとか。そうでも今回の今日のおでんはあのじゃがいもが入っててめっちゃ美味しかったです。そうじゃがいもが超美味しかった。あ大根もね、大根もうまい。そう雨らしいですね、やだやだ。4日の姉ちゃんの生誕祭、あきちゃん、そうあきさんがね久しぶり、久しぶりってか初めてか、そう楽しみです。私は4日は昼夜出るので逆上りとここてん来てください。昼夜めっちゃ久しぶりです。公演もあんまないもんね、あんまってか全然ない。ここでもさ10月1回しかなかったし、牛すじあんま食べないかも。あれも好き、あの油揚げみたいな厚揚げ好き。そう皆さん4日の騒がりはね来た方がいいですよ。とか
言だけ言っときます。兄ちゃんのセットの撮影だけど昼の逆上がりは行きよう。ありがとうございます。9月1日から固定行けてない。1ヶ月ぐらいで固定。この前エルタンさんの生誕祭でした。納豆には何かけて食べる派？何もかけないです。もう普通に納豆についてるタレを入れて混ぜて食べます。坂狩り行こうかなって来てください。ぜひ。ウーロン茶最近ハマって、そうウーロン茶に最近ハマってるけど、ハマってるんですよ。めっちゃ大好きなんですけど、ウーロン茶の名前を一向に覚えられなくてそのウーロン茶のさ漢字ってさ、鳥に竜っていう漢字にお茶の茶じゃないですか。それが一向に覚えられなくて、ママあれあるって言って、鳥に竜にお茶のやつって言って本当に一向に覚えられない。え、鳥じゃないのあれ。一緒一緒え、鳥とカラスって一緒じゃないの？え、あ、カラス？本当だ。よく見たら違う。え？あ、違う。本当だ。でもまあカラスは鳥なので、カラスは鳥なのでオッケー危な、危、そういうことね。オッケーオッケー。カラスって言うんだ。でもウーロン茶ってカタカナでも書くよね。じゃあ私はもうウーロン茶って書くときは絶対カタカナで書きたいと思います。干し芋は今日食べてないけど、あの本当に 100g ぐらい入ってて、ん？100g ぐらい入ってて、本当になんかもう3本ぐらい食べてお腹いっぱいになるんですよ。そのぐらい腹持ちがいいので5箱ぐらい、5袋ぐらいママに買ってきてもらいました。
私前までは前までめっちゃあれが好きだったんです、麦茶の方が好きだったけど、この前家の冷蔵庫にウーロン茶あったので飲んでみたら美味しかったんです。本当に芋は飽きないです本当に飽きないです。なので皆様ぜひ食べてください。スーパーで買ったりコンビニで買ったり。大分駅のお昼ご飯大分駅で、私は最近っていうかいつだっけな、前にね家族とドリア行きました。全然大分に関係ないんですけど、大分じゃなくて神戸なんですけど、神戸ドリアが好きです神戸ドリアの芋のドリアにモッツァレラチーズを追加するのが好きです。全然大分に関係ないんですけど、ハンチがメールに載せてたアサイー飲んで美味しいよね。あれ私も最初カレンレンとコンビニに行って、カレンレンとこれアサイーじゃねみたいなで飲んでみたらめっちゃ美味しくて、本当に飲んでない方皆さん飲んでみてください。飲むアサイーっていうドリンクです。ルイボスティー一番、ルイボスティーね飲んだことないんだよね。今度飲んでみよう。コーン茶は前にさあやちゃんと韓国のご飯屋さん食べに行った時にコーン茶初めて飲んで、めっちゃ甘くて美味しかった。甘茶みたいな感じ。そうドリアも芋ですドリアに芋となんか鶏肉みたいなの入ってて、それにチーズを追加するんです。でもこの前家でアサイーを作ったんですよ。めっちゃ美味しかった。アサイーが手に入らなくてアサイードリンクを買ったんですよ。買ってくれてパパがアサイードリンクを凍らしたのを入れて、冷凍バナナとか冷凍フルーツいっぱい入れてヨーグルト入れてブンブンチョッパーでブンブンチョッパーでブワーってやったらできます。神戸ゼリーアミューに、はい、そうアミューに入ってます。アミューは本当に便利です。服屋さんもあるしスタバもあるし、メイクのとこもあるし映画館もあるし、もう1日遊べます。飲む朝に2日に1回飲んだ。2日に1回すごっ。確かセブンにあるんです。でもセブンにもローソンにもあります。
大分に行った時のニラ、大分に行った時のおすすめはニラ豚、そうワンフーです、おすすめです、めっちゃうまいです、ワンフーのニラ豚は美味しい。アミュ、アミューです。確かにアミュー、アミューです、確かにアミューに聞こえる。あ、イオンにもあるんだ。で今なんかスシローもさ芋のコラボしてたらしくてさ、行きたいけどタイミングが合わないんです。あとあのなんだっけ、菊太郎もアミューの中あるんですけどめっちゃうまいです。あそこのなんか団子、団子かわかんないけど、そのなんかお芋、お芋のなんかめっちゃ美味しいんで、なんかねコンサートの時に差し入れで、ね、あったんですよ。それがめっちゃ美味しくて、まんじゅう、まんじゅうかなにお芋が入ってるやつ。菊太郎っていうお店、シローのお芋フェアは11月1日、あ、じゃあまだなんだ、クロミちゃんのコラボが今あるだけか。うんちゃんで分かんない、健康的な飲み物とかでもそうなんかね分かんないけど、納豆とか発酵食品めっちゃ好きです。はんちゃんガチャリング何個になった、え、わかんない、え、さつまいもやや、どこ一回でパフェ食べたやん、やばせた大学芋の、あ、思い出した、なんていう店やったっけ、さつまいもや、さつまいもやっていうお店めっちゃ美味しい、あのパフェがうまいんです、あのポップおじさんの近くにあるんですけど、ここも美味しいんです。なんかソフトクリームかわかんないけど、何味かわかんないけど、なんかチーズ風味があるソフトクリームに大学芋、でっかい大学芋が5個ぐらい入ってて、めっちゃ美味しいんですよ、そこ。でもなんか朝にヨーグルトか納豆ご飯食べたらいいらしい。ピンポンの機能なんでもなんかね隣にあったんですよ。でもめっちゃでかい、でかいし会話とかでこれするとか言ってピンポンピンポンって鳴らしたらいい感じになります。いい感じになります。
朝よく納豆キムチ食べてます。めっちゃ健康的やん。いいな。私も朝はヨーグルトとかの方が多い。サラダは何つけるかな。でも最近サラダよりスープとかの方が食べるかも。スープにサラあの野菜とかを結構入れる感じ。でもこれ結構あの長押ししたらうるさいんですよ。例えばバツとか押してみますね。これこっちがバツ、反射して見えないけどこっちバツね。で押してみたら長押ししたらずっとずっと鳴るからうるさいんですよ。だからこう一回でとか押さないとうるさいです。え？お札屋やったな。お札屋？うん、っていう名前？そうそうそう。オッケー。ね、え、あのあそこの何やったっけ？最近気づいたのが、あのポッポおじさんの芋天がめっちゃ美味しいことに気づきました。この前ね見に行ったらなかったんですけど。めっちゃ量が多いんですよ。なんかずっしり入ってるからポッポおじさんっていうお店のお芋芋天ぷらも美味しいです。皮の周り髪、そう、あの触覚を変えました。触覚切って、あの私ねこうしてこうしたいしたくて触覚をこうやって曲げたかったので切りました触覚を。確かに、あそうや、視界の時使えばよかった。スタバのお芋フラペーノは飲めました。本当に美味しかったです。あの最近さ出てるさ、なんだっけ、メラメーラを弟が飲んでて一口もらったら、なんか甘いのが好きな方は好きかもです。なんか練乳とか。そう、私はまあ結構美味しかったです。でもそのメラメーラのやつにいちごソース抜いたら水色になるらしいです。メラメーラってすごいよね。でもあの冬も結構美味しそうなやつが出るらしいです。マックのお芋キャラメルチョコパイ食べました。マックのお芋チョコは食べてないけどお芋は食べました。めっちゃ美味しかった。
はなちゃん卒業してもう1ヶ月。え、早っ。連絡はたまにしてます。この前もしました。明日そもさんと、明日そもさんか。じゃあ今日は12時まで、あ、12時までちょっと起きときます。まあアラームするかもしれないです、寝てて。そう、花さんがね髪染めたって。リーちゃんにプレゼントしたガチャリンゲット、あ、そう、今もあるので皆さんもぜひお揃いにしてください。そう、なんかいろんな種類あったんですけど、あのやっぱリボンついてるやつがいいなと思って、そしたら出ました。これが本当に可愛いです。これをね持って写真撮ったんです。めっちゃ嬉しかった。ハンチいつも何時に寝てる？でも覚えることがあったら、なんか覚えることをここまでっていうとこまでやんないと寝れないので、私はなんで日によります。これね、中身は何もないです。これはカップケーキの中身です。こうしたら可愛くなります。そうちゃんとハンちゃんと共演、ね、錬金師常連の時にバックダンサーをさせていただいたんですよ。 その時に結構お話できて、バックダンサーした時に真夏のクリスマスローズっていうユニットがあったじゃないですか。そのバックダンサーをした時とかに、あのこの園さんにガーってするとこがあって、その時に一緒にハートしたり、園さんの卒業公演にも出させていただいたりしました、バックダンサーで。で連絡取ったりもしてます。園さんが指名してくださって、その時に初めてバックダンサーのシンポジを覚えました。難しいな、バックダンサーのパフォーマンスでハンちゃんを見つけました。あ、嬉しい、ありがとうございます。スコールの間にとかやりました。タタタタタタン。タレタンタンタン。そう。で、あの私の今目の前にはあの。エミリーさんのアクスタがあります。あ、落ちちゃった。と、
員衣装っていうかチーム衣装のアクスタがあります。ミミリーはここにはいませんが、あちらの方にいます。そう、あとあのヘビのっていうか福袋も今発売中なので、ぜひ皆さんチェックしてください。2種類あるんですけど、めちゃくちゃ今回も漏れちゃったので、皆さんぜひ買ってください、チケットしてください。もうシワシワやろ。あん、え、すげえ。ユミナパンパン。え、ミミリは私映ってない。うん、大丈夫。うん、ミミリは？ミミリは？え空気な。しぼしわ。しわしわ。もう空気ない。バイバイ。でも意外とまだ残ってるんですね。あ、55分だ。50、何もない。56ぐらいになったらランキング見ます。後ろに花さんの写真が、何度も狙いの時とこの世界の時。もう56分になったのでランキング見ます。13位ホリエモンさんありがとうございます。12位ホワイトボンドさんありがとうございます。11位マサマサさんありがとうございます。10位のんべえさんありがとうございます。9位つかささんありがとうございます。8位ヨッシーありがとうございます。7位マサシありがとうございます。6位隊員のトロロありがとうございます。5位ヨシールシロさんありがとうございます。4位テルさんありがとうございます。3位ルイボスティーありがとうございます。2位アスカさんありがとうございます。そして1位はハンチャガチャロンチさんです。ありがとうございます。それではまた配信できる時が少なくなるかもなんですけど、とりあえず明日から公演コンサートリハ頑張ります。では終わります。バイバーイ。